毒毒の実の能力者なのよ。毒毒、毒か。いかにもそうだ。麦わらのルフィ、目的は分かっている。オートガス DSの元へは行かせやしない。麦ちゃん、急いでこっちへ。体中が毒で触れもしない男にあんた勝ち目ある？無駄だ。この風呂は空の脱出口は全て抑えてあるのだ。貴様らの逃げ場などすでにない。そんな、ヒドラ。 なんだこれ、全部毒か。毒の塊か。 すらできん。ゴムゴムの。マゼラン相手じゃ勝ち目がないのよ。ごめんね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 。
ここまで手こずらせてくれるとはな。 膝をつかせようとは。だがその手についた毒は十分お前の身体機能を奪っていく。 貴様への刑罰だ、侵入者。24時間苦しみ、そして本物の地獄へ落ちろ。 マゼラン所長、ご苦労様です。倒れた麦わらのルフィはいかように。 やがて死ぬが、追っておいても邪魔だろう。レベル5の中央塔へぶち込んでおけ。 助けるまでは麦ちゃん助けに来た友情の名の戻り。 決死の覚悟でルフィを助けに来たボンクレーだったが、 インペルダウンレベル5の過酷な環境の中でついに力尽きてしまう。意識を失ったボンクレーはやがて
見慣れぬ部屋で目を覚ました。ベッドから起き上がり部屋の扉を開けるとそこには目を疑う光景があった。よく眠れたかしらボンボーイ。ここはインペルダウンの下水道からあるはずのない道を進むとたどり着く囚人たちの楽園。ようこそここはインペルダウンレベル 5.5 番地、囚人たちの秘密の花園。ああ、ニューカマーランド、ヒーハー。インペルダウンの奥深くには秘密の楽園があった。そこでミスター2ボンクレーは奇跡の人イワンコフの手によってルフィの治療が始まっていることを知る。助かる確率は数パーセント。地獄のような苦しみに耐え抜いた時のみルフィは命を取り留めるという。鎖につながれ苦悶の叫びを上げ続けるルフィ。それを見たミスター2は友のために声を枯らして応援するのだった。頑張れ麦ちゃん、頑張れ。生きろ麦ちゃん、頑張れ頑張れ。治療の途中で激痛が消えることはないよ。つまり途中で声が途絶えた時はメーシー。Thank you.